スペースシャトルから撮影したデスバレーとパナミント山脈地形名称デスバレーはアメリカのカリフォルニア州中部モハーベ砂漠の北に位置する深く乾燥した盆地でデスバレー国立公園の中核を成している。また世界最高の気温摂氏56.7度を記録したこともある。デスバレーの砂丘全長は約2 2 5トルで カリフォルニア州とネバダ州の境界に沿って伸びている。デスバレーは、グレートベースン内で、シエラネバダ山脈の南東に位置する。東側の境界は、グレープベイン山地、フューネラル山地、アマルゴーサ山脈、西側の境界は、コットンウッド山地と、パナミント山脈である。ここでは、キノコのような形をした数々の祈願。 見渡す限りの砂漠などなど様々な景観を見ることができる。乾ききった塩湖にあるバッドウォーターは海面下86メートルと西半球で2番目に海抜が低い場所である。他にはデビルズゴルフコースと呼ばれる潮の結晶の盛り上がったような亀の甲羅のような地形がある。流れ込む川はアマルゴーサ川があるが水は砂に吸い込まれ、 流れ出る川はない。かつてこの地に迷い込んだ、近郊採掘団が何日も経って、脱出に成功した時、中の一人が、さらば、死の谷よ。といったことから、デスバレーと名付けられたと言われる。デスバレーは、世界で最も暑い場所の一つである。1913年7月10日には、摂氏56.7度という世界気象機関が、認定する。 世界最高気温が記録された。平均年間降雨量は50ミリメートルしかない。しかし一度まとまった降雨があると、砂漠の土壌は、その雨を地中に染み込ませることができないため、鉄砲水が起きる。これにより普段は、枯れ川だったところでも、土石流となり、遠距離を流下することがある。2004年8月には、この洪水により、二人が死亡した。 デスバレーでは無生物の石が動くという、世界でここだけでしか見られない現象が存在する。理由は長年謎とされてきたが、2014年に原理が解明された。その暑さのため、夏は観光シーズンではなく、クリスマス前後が観光のピークになる。毎年夏に、バッドウォーターウルトラマラソンが開かれる。夏季の高温を利用して、 世界中の自動車メーカーがここで開発中の新型車の耐久テストを行っている。開発中の車の姿を捉えるために、自動車関連メディアもここにやってくることが多く、デスバレーで写真を撮られた車も多い。ありがとうございます。